はい、始まりました、マテチャンネルです。さあ、ゴロティヤバのですね、共通テスト成績開示、そして英検2級の結果出ましたので、そちら見たいと思いますね。英検2級は SCBT を、はい、受けていて、まあ今までもね、いろいろと英作文を見ている動画が出ていたと思うんですけども、はい、結果返ってきましたので見ていきたいと思います。そしてまあ英作文をね、本人から届いているので、後でちょっとね、聞いてみようかなと思いますが、はい、成績開示行ってみたいと思います。はい、英語リーディングですが、はい、100点満点中、24点、そして、英語リスニングが32点ということでございました。はい、ね、今現在5浪ですから、これ4浪目の時の結果でございます。はい、そして、数学 1A が、6点、理系なんですけどね、はい、ね、まあ推薦入試では結構いい大学行ったんですけど、はい、こういう結果になっております。ね、それでね、大学辞めてもう一回やってるんですけど、数 2B11 点、言葉を失う、続いて、物理29点、化学20点、物理基礎化学基礎じゃないよね続いて臨政ですね、はい、倫理政治経済が18点、国語、31点、すげえな。現代文100点満点15点、古文が50点中14点、漢文が50点中12点、すごいですね。はい。そんな中、はい、英検の結果も返ってきましたので、そちらを見たいと思いますね。はい、こちらですね、英検2級不合格ということで、CSE スコアは2600分の1805、はい、リーディング461、リスニング462、ライティング463、スピーキング419ということですね。全部 A2 レベルだな。で、バンドとして出ているのが、マイナス6か1時か。で、2時というか、まあ、スピーキング SCBT ですけど、それがマイナス2ということで、まあ、どちらも合格の方にはいかないやつですね。まあ、準2級をちょっと超えたレベルって感じかな。準2級いけんのかな？とね、まあライティングはね、型を入れてったんで、まあそれが良かったとは思うんですけど、それにしてもでも同じなんだな。リーディングとリスニングとライティングほぼ同じ点だね。うん、だからまんべんなくやっぱできてない。リーディング大問1が語彙力全然足らないですね。7問しか取れてない。で、大問2長文中も2で、長文の内容1も3しかないね。うん、全然足らないね。で、リスニングが15分の6会話のやつね。で、独白一人が喋るやつが15分の7。これもまんべんなくできてない。うん、どっちも半分いかないね。で、ライティング、内容点2、構成2、語彙2、文法2、全部2だ。なるほどね。いや、ゆるゆるなんですけどね、英検って。でも、構成2しか取れてないのか。それはちょっと痛いな。型を入れときゃできるやつですからね。スピーキング、音読4。あ、音読は取れてるね。Q&A が8しかない。いや、全然ダメだな、これは。もう答えられてないってことですね、ちゃんと。アティチュード1なんで、やっぱ無言が多かったんだろうね。はい、そんな彼の英作文です。I think that I should many cities have banned smoking on sidewalks and public places. I should の後ろに動詞じゃなくて、びっくりするよ。many cities っていう名詞がやってきてる。というか、そもそも I should have banned もおかしいけどね。私がすべきだったっていうの変でしょ。メニシティーズがするべきだってことでしょ、はい、で、I have two reasons to support. サポートだ、サポットってなんだ。My opinion, 図じゃない。My opinion, 1個しかない。First, smoking on sidewalks is very dangerous. なんだこれ。どういうことだ。Very dangerous ってことね。そう、いやいや、カンマの後ろに大文字の S ついた層がいて、その後ろに大文字の I がついた It がいる。It is very safety じゃないよ。Safe でしょ。Of public places. Second, passive smoking. Passive smoking. スペルが違う。Passive smoking is worst of public people. なんだこれ。Harmful ってこと。Bad ってこと。Bad for become because ってことじゃないのこれ。なんでピリオドの後ろにしかも。何これ。Passive smoking increase のスペルがまた間違ってる。Lung cancer. Risk of lung cancer でしょうね。To report from medical thesis. Medical thesis 調べたな、これ多分。論文からレポートするために意味がわかんないですね。According to みたいなことかな。For these seasons. Season みたいになってる。Reasons ですよ。I think that all cities should make smoking in public places illegal.
to make the streets safer and cleaner。 うん、すごいことになってるな。まあ、many cities が shoot ban ってことでしょうけどね、最初のやつとかは。いやー、これはどうなってるのかちょっとね、本人に聞いてみたいと思います。これどこ撮って、まずはこの英検のやつは一体どうだったのかってことですよ。ああ、これ俺の音源入ってる、入ってる。どういう感じだったのか言ってください。やった感想を。ですね、まあ、スピーキングは何もありませんでした。何も、点数入ってるけど何もじゃない。まあ、いや、要は、音読するやつは言えました、うん、けど、応答ができなかった。応答は何も喋ってないってこと？喋ったんですけど、うん、多分ちゃんと喋る。まあまあ、そりゃそうだ、この点数だからちゃんと喋れてることは絶対ないけど、多分聞こえないし、何言ってるか分かんないし。あ、そうでしょうね。まあまあまあ、当然言えない、うん、で、完全対策不足、もう間に合わない。うん、いや、対策不足というか、もう英語力不足であります。英語力不足やっぱ文法と単語とか、そっちの方に取られていて、まあ時間、いやそれだったら単語取れなきゃじゃん。単語全然取れてないリーディングの。だから単語も覚えてない。総じてダメって。単語は何をやったんですか？出たたのネガキャンすんじゃねえもうネガキャンしてん。全然やれてないじゃん、こんなに点数低い。全然覚えられてない。雑だ。だまず最初に取り掛かったのが英作文、うん、英作文に取り掛かって、30分ぐらいかけてるんです、うん、そこでもう何にもリーディング問題も解かず30分かけてる、うん、もうさすがにこれやばいって思って、うん、で適当って言ったらあれですけど、まあまあ、ある意味適当っすかね、英語の相談みたいな。それで30分かけたのに全部2なんですけど、内容、構成、文法、もうどうするの、次回から難しくなっちゃうのに。失敗した。4月にすりゃよかった。俺てっきり3月で年度変更かと思って。いや 4月に受けても同じです、結果は、はい、この英語力では同じ。1ヶ月でも足りてない。無理、1ヶ月で受かれるわけがないでしょ、この実力じゃ。まず英語力を圧倒的に上げないと、そもそも2級、これ順に超えてるけど、順にも怪しいよ、受かれるかっつったら。一応データ上は順に超えてます。ああね、これ上の級受けた方が高く出るからね、全部点は。だから怪しいですね、これでは。ああ、なるほどね。はい。じゃあ英作文。あれ、でもリスニングは聞こえんの、これでも。ああ、一応鍛えましたですね。3級の教材使って、うん、まずやって、うん、そこ完璧にしてから、森出さんは。ワークブック、うん、いや、順2のレベルはよ、3級から2級でレベルがドンと上がってる。順2は飛ばしました、はい、さあ、ライティングはどこまで気がつけますか、自分で。このミス、2ポーズが大文字になっている。いやそんなレベル、いやそんなのよりはるかに大きなミスがいっぱいある。しかも分かってる、ビコーズビカムって書いてるからな。お前や、大文字小文字がなんてそんなレベルじゃない。そもそもだってビコーズのスペルも間違ってるわけで。いや、もう1文目からもう破綻しまくってるやん。どうなってんのこれ。あ、うん、よっしろ。 Thank you for watching。